それではね、今日はいよいよこれからですね、高知駅の方に向かって電車に乗ってですね、四万十市の方に行きたいと思います。そろそろもうね、時間もやばいんで行きたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、それでまずはね、これホテルの朝食になります。ホテルの朝食はね、こんな感じでございました。ザ・モーニングって感じですね。さあ、それではね、JR 高知駅の方に向かってね、歩いていこうと思います。そこで高知のね、街中にはこういうヤシの木というんですか、こういうま植物が見れたりして、やっぱりね、関東では見れない景色が広がってるのがね、やっぱりとてもね、新鮮ですね。はい、朝のね、高知駅の周りこんな感じです。昨日はね、夜でしたけども、今日はね、朝のこの景色をねご覧いただけると思います。あ、そこでアンパンマンのね、電車止まってますけど、まあ、アンパンマンの、まあ、作者さんがですね、まあ、高知出身ということで、まあ、アンパンマンのこういうねデザインがされてますね。はい、それではね、これ電車を待ってるところでございます。四万十号店ですが、それに乗ってですね、まあ、四万十市の方に、まあ、向かっていきます。途中からですね、まあ、土佐鉄道というね、まあ、JR から、まあ、土佐鉄道に切り替わるみたいですね。はい、それでは乗車いたしました。まあ、ここからですね、電車に揺られてですね、まあ、四万十市の方へ向かいたいと思います。はい、それではですね、まあ、しばし車窓をですね、ご覧いただければと思います。まあ、途中海なんかも見えたりして、とても綺麗でございました。まあ、太平洋ですね、とても綺麗な海が途中途中見ることができます。それではね、四万十市の中村駅というところに到着いたしました。ここからですね、高校時の先輩にですね、合流して会いに行きたいと思います。まあ、電車を降りてですね、ホームの改札のところで、まあ、待っていてくれるということなので、そこで合流したいと思います。本当に久しぶりで、もう本当何年ぶりでしょうかねっていう感じなんですけども、本当に久しぶりに会えるので、まあ、とても、ね、楽しみでございます。まあ、この駅はですね、まあ、改札とかはないので、まあ、直接ですね、まあ、駅員さんに切符を渡すという形に、まあ、なっておりますね。はい、今回乗ってきた、ね、汽車がこの左側に見えると思います。これでね、高知市の方からね、高知駅からここまでやってきました。さあ、それではね、いよいよこの駅さらにですね、まあ、チケット、切符を渡してですね、はい、合流したいと思います。先輩と合流です。久しぶりです。疲れてない？大丈夫です。大丈夫。一人行きます。はい、じゃあそれではね、ここから先輩の車で乗せてもらって、いろいろね、観光していこうと思います。高知に来てどれぐらいになりますか？結構経ちますね。高知駅周辺、高知でもね、高知とこっちまたちょっと違う。まだ違うんですね。そう、あっちの方がちょっときついんだよね、言い方が。なんかシチューキーとか言ってなかった、キーキー言ってなかった結構キーキー、ちょっとやっぱ語尾とかがでもちょっと違うなっていう感じしましたね。そう、なんかね、ここの地域もね、なんか横に長いからね、場所によって言葉が違くてね、何言ってるか分からなかった最初。確かに高知もこう横に長いですもんね。まさか私が住んでるとこから駅まで2時間かかると思わなかったでしょ遠いんだよね。しかも私運転で行ったことなくてさ、向こうまで
高知の方まで。高知までちょっと行けなくて、自分でいつも今乗ってきた汽車、あ、まあですね、で、あれで、か旦那さんに送ってもらうか、どっちかで。でも結構こう山道になっちゃいますもんね、多分行くとしたら。そうなの、しかも一車線だから、何後ろから煽られたらちょっと怖くて、今ちょっと車変えたから多分行けると思うんだけど。でもこの車いいですね、なんか広くて見晴らしいですね。そう、6月に来たばっかりなんだよ。配属されてるのが山の中なんだけど、あ、すっごい山道で、もう新車なのに傷つきそうで大変なの。本当は海かそっちかどっちかにしようかなと思ったんだけど、せっかくまあ海来たから。そっちも四万十川沿いでずっと走ってるから綺麗なんだけどね。旦那さんがもともとこっちは四万十市なんですか。四万十市なんで、ね、出てってたけどね、外にね。それで出会ったんですもんね。そう。でもなんだろう、なんか私が田舎を舐めてたからさ、わかる？なんか全然結婚してこっち来てもいいなと思って来たけど、なかなか大変だよ、車がないと。本当にないもんね。これ高速なんだけど、無料の。フリーウェイってやつ。そうそうそう。だけどなんだろう、今作りかけで結ばれてないんだよね、高知まで。繋がってないんだよね。それが多分繋がったら車でも2時間半ぐらいで行けるのかな。ちょっとね、山だから大変みたい、道作るのが。そうですね、山は結構険しい、うん。自分もカツオのたたきかな、うん、食べたんですけど、広め行ったかね。広め行って、うん、だけど広め入ったんですけど、うん、なんかみんなガヤガヤ賑やかやってて、うん、なかなか一人じゃちょっと厳しかったんで。大丈夫よ、一人で行ってる。いつも帰ってるね。あれちょっとね、初見には厳しい感じがある、ね、なかなか厳しい感じ、うんうん、でだけど隣のなんか海鮮レストランみたいなところがあったんで、うん、そこで食べたんですけど。あ、そっかそっか。どうだった？美味しかったっすね。美味しかった。臭みが全然なんか。そうだね。しかも塩で食べた。いや、なんかポン酢醤油みたいなやつ。ポン酢醤油か。なんかね、高知市の方の塩たたきとこっちの中村の方の塩たたきがなんか違くて、なんかね、食べ比べしても美味しいよみたいな。塩で食べるんですね。うん、なんかね、塩っていうか塩ポン酢、塩なんか透明なポン酢に、そういうのがあるんだ。なんか塩をつけて食べるみたいな感じ。居酒屋が多くて、おばち居酒屋とかだと食べれるんだけど、お昼になんかやってる店が少なくて、私んち見えるか、見えるっていうか見えんか、こっちの方なんだけどね。そう、マジでなんかないちょっと川があって近所に、散歩するのにはいいんだけどね。島根とかにいるんで、その島根とかにも行ったりしたことある。いいね、いいね。誰かいたら行きやすいよね。そう、そうなんですよ、ね。私もまだちょっと、愛媛と高知しか制覇してなくて、香川と徳島ちょっと遠すぎてよ。徳島。車でないといけないからさ。島根も、あ、そうか。徳島でも横山君があれでしょ。親戚いるんでしょ。あ、そうか、そうか。うん。
やっぱ飛行機で直接あれですね、うん、やっぱ空港まで行って、うん、そこからの観光の方がいいでしょう。そうだね。ただ関東みたいな感覚で航空機関が、あ、そうなんですね。そうそう。ちょっとつーちゃんが乗ってきた汽車、電車もこっち汽車っていう系の汽車、汽車、電車って言ったら路面電車のことを言うから、こっちの街中バス走ってたでしょ、 あれを電車って言って、うち私たちが言う電車のこと汽車って言うから、なんか会話でなんか電車乗って帰ってきましたって、電車じゃない汽車だって何か言うじゃないんだよ。私はもう洗礼を受けまくってる、ね、確かに電車って言っちゃいますよ ね言うよね。トロッコみたいだったでしょ。あ、はい、ちょっと言わなかった。いや全然大丈夫でした。何だった、最初もちょっと酔ってしまったもんね。高知市の方がなんか路面電車はなんかこう入り組んでる感じがしましたね。ね、なんかね、私あそこ運転できないの怖くて怖いよね。普通に路面電車もなんかこう曲がってる、カーブしてるし。じゃあ私あれ路面電車去年初めて乗ったんだけど、乗るときすっごい緊張して、なんかどうやって乗ったらいいんだろうと思って、前に小学生がいたから小学生の真似して乗ってた。地元じゃない上に何なのないからわからないよね。高知なんだかんだ言って道広いとこ多いからね。まあ、そこそこいい天気で、本当に今から行くとこは動画映えするから、ぜひ撮っていただきたい。弟も来た時にすっごい雨降ってて、あその2日間ぐらいずっと雨だったんだけど、その島着いた時だけ晴れてね、いい感じに写真撮れてたからね。ちょっとご飯食べるとこがあんまり行ったことないから、何でもいい、どこにしてみる、食べられるところで、うん、一応そこの島で食べれるところがあって、そこにしようかなと思ったんだけど、海鮮丼みたいのがあって、はい、でそこがダメだったら帰りにちょっと浜焼きやってるところがあるから、浜焼きにしようかな。はい、それではね、ちょっとね、道の駅の方でね、少し休憩していきたいと思います。この道の駅ではですね、いろいろこういう魚をね、いろいろたくさん売っておりました。なかなか関東圏では見れないような魚、珍しい魚だったり、一匹丸々こうね見れるってこともないと思うので、ね、亀の手なんかもね売ったりしましたね。見たことない。本物だ。生だからあれだね。いや、こんな丸々はね、買えますよ。安いよ、100円でいいよ。どれも美味しいわよね、このどれも食べてもらいたいけど。
これね、ウツボ、これウツボも売っておりましたね。それではね、ここから柏島というところに行きたいと思います。結構海が綺麗らしいので楽しみですね。今横に見えてるのがあれね、柏島だそうです。ちょっと海がねチラチラっと見えてくると思います。なかなかの絶景でございますね。